はい、皆さんこんにちは。マクガイバーの小部屋へようこそ。本日のテーマは特撮です。はい、これね、今映っております。誰もが知る。ね、あまり特撮知らないなという人でもですね、この姿を見たら、はいはいはい、となってくれるんかなと思うんですけども、仮面ライダーですね。はい、でまずこの商品の紹介からいきたいと思います。こちらはですね、2008年にバンプレストさんから、UFO キャッチャーの景品としてリリースされていたフィギュアになります。そのテーマというかね、キャラクターは仮面ライダー新1号になりますね。はい、ちょっとこの造形を見てみてください。ね、いいですよね、造形が。すごいかっこいいですよね。作りがね、このバンプレストさんの、景品というのはですね、ウルトラマンにしても、ものすごく緻密に作られているなというのは感じます。これが景品でだけでしか出てなかったというのは非常にもったいないと思いますね。でこのね、見てください、この今にも蹴られそうなこの作り。迫力ありますよね。ライダーキックといえば、仮面ライダーの殿下の宝刀ですね。そして1号ライダー、新1号ライダーの特徴といえばこの日本線、ね、私は子供の頃日本線だから2号なんてね、小さい頃勘違いしてましたけどね、懐かしい思い出です。で、特徴のもう一つとしてはこのブーツも特徴ですよね。銀のブーツ、そして銀のグローブ、ね、新2号ライダーは赤のブーツ、赤のグローブになってますね。そして線は1本とかね。はい。で背面、ね、いいですよね。このベルトの作りとかね。すごくよくできてます。ね、マスクの後ろのこの毛が見えてますね。髪の毛がね。それからですね、台座に行きまして、こうですね。はい。で、マスクドライダー、仮面ライダーですね。真ん中に、ベルトのね、風車のモチーフ。そして裏面に行きますと、ここに書いてます。バンプレスト2008年チャイナということですね。はい、いうことです。本当にね、もう今にも飛んでくるんちゃうかというね、いうぐらい本当によくできたフィギュアです。でですね、この、作品にもちょっと触れておきますと、でそもそも新1号というのは、本郷猛がですね、ヨーロッパにショッカーを追って旅立ったと。そしてその間、日本は一文字隼人、ね、2号ライダーに任せて、自分は日本を立ったわけでしたね。でその後、何度かね、帰ってくることもありましたけども、本格的に帰ってきた際、このような姿でパワーアップして帰ってきたと。技の1号というのが定着した姿かなと思いますね。はい、裏話としては、本郷猛を演じていた藤岡弘さんがバイクで転倒した結果、大変な怪我をされて、で、その後どうしようということで代役を探してっていうようなことで2号が誕生しとかね、いろんな本当に偶然なりスタッフさんの出演者の皆の創意工夫の結果ライダーが増えていくというね展開になっていって今現在も続いているというところはやっぱりすごいですね。で今もねちょうど、もうそろそろゼロワンがね、最終回を迎えるのかなと思うんですけどもね、平成は平成でいいんですけど、私はどうしても昭和が好きなんですけどね、なんでかというと、昭和はですね、やっぱこの改造人間というのが基本なんで、その悲哀がいいんですよね。悲しさを抱えている、抱いている。そして、どんどんフォームチェンジをしないっていうね、強くなりたかったら特訓して、そして強くなるっていうね、それがやっぱりこう頑張れっていうなんか応援したくなる感じがありますね。はい、というようなことで、今日は仮面ライダーバンプレストからリリースされてましたバンプレストさんの新1号ライダーのフィギュアの紹介でした。それでは次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録していただけましたら幸いです。それではまた。さよなら。